調子とヘをこきながらゲーム実況するゲームおかきの時間がやってまいりました。ドラゴンクエスト2やってまいります。今回は以前アップしたドラゴンクエストの動画にコメントをくださった方のパスワードを使ってやっていきたいと思います。それでは、パスワードの情報を提供してくださった方ありがとうございました。使わせていただきます。はい、ざっと入力してみました。懐かしいね。もうやけに長い、とにかく長い。ドラクエ2のパスワードは長い。よく地に点々と地に点々とかね、あと図に点々と図に点々間違ったりしてね、はいダメってことよくありましたけども、まあ懐かしいですね。はい、というわけでやってみますか。合ってるかな。終わり、ポシャ、よっしゃ来た。おお、ノンズよく戻ってきた。ノンズが次のレベルになるにはあと1ポイント。ああ、コナン、あと1ポイント。アキナ、次あと1ポイント。ええー、すごい。あと1ポイント。ちょっと、早速、チェック。まず、道具。ハヤブサの剣、破壊の剣、ロトの鎧、ロトンとゼロトの兜。おお。で、牢屋の鍵があると。力の盾はね、ノンズ、呪文使えないから、自分で回復したりするときに使えるね。ハヤブサ、あ、すげえ、ハヤブサの剣、コナンも持ってる。ええー。ゴーレシアの王子、サマルトリアの王子、二人ともハヤブサの剣持ってるな。水の羽衣の力だ。いやー、すごいね、この装備。復活の玉、世界一の歯。ムーンブルクは光槌の杖、水の羽衣、不思議な帽子。不思議な帽子ある。すげえな、この装備。こう入手困難な装備が整っている。でレベルが49、44、34ってことは、あと一つレベルが上がると。だけどこれ残りあと一つレベル上がったら、いや一つ経験値取得したらレベル上がるって、よくそういう設定に持ち込めたっていうのがすごいな。どうやってやったんだろう。ってことはスライムかなんか倒したらもうレベル上がるってことだよね。あ、出てこい、スライム。あ、乗っちゃった。ハヤブサの剣やのから2回攻撃するのか。お、2回攻撃した。これは便利だな。したら合計4回攻撃、ああノンズとコナンで4回攻撃するんだ。はい、レベル上がった。これで全員これ以上レベルが上がらない最高レベルと なったわけですね。それではロンダルギアの洞窟へ向かいますか。トヒロスを唱えよう。さあ行きましょう。コメントによりますと、ロンダルギアの洞窟からとありましたので、ベラヌールの町に行って、そこの教会から旅の扉で行くのかな。確かそうだったはず。おっと、トヘロス、この辺じゃなかったっけ。あったあった、ベラヌール。よし、ベラヌールの町に着いたぞ。念のために少し回復しておくか。はいよ、90ゴールド。で、教会だな。ああ、あっとっとっと。道具。牢屋の鍵だな。で、これトヘロス唱えた方がいいんだよ。トヘロスだよね。いや、トラムな。このバリアすごいダメージ食らうんだよ。トラウマな。はいよ。よし。
で、この毒の沼地に入って、この辺で邪神像を使うと。来た来た来た。あ、これがロンダルギアの洞窟です。ここから茨の道へと行きます。早速ロンダルギアの洞窟へ GO! あー、この音楽懐かしいのね。これどっち行くんだったかな。なんか落とし穴が確かあるんだよ、落とし穴が。どこに落とし穴があったかはもうすっかり忘れていると。これね、あー敵だ。あ、どんどん行くぞ。お、あー、よかった。こういうの結構敵出るんだよ。どこへん、どこの辺だった、ここだったかな。おお、やった。これ直前に落とし穴とかじゃないよね、まさか。まあ大丈夫だ。そしてロトの鎧とかもすでにありますので、もう道具は一切取らないでどんどん突き進みます、ハーゴンに向かって。ここは確かひたすら上行くんだよ。お、はぐれメタル続いていない。よし、倒しに行くか。これはドラクエ2って聖水ぶっかけたら一発で倒せるっつ特典はなかったよな。お、来た。これ確か1000ぐらいしかもらえないんだよ。ほら、はぐれメタルで経験値1000ポイントはきついよね。1万とかじゃん、だいたい1万以上じゃん。これさ、このレベルまで自力で上げるっつうの大変だと思うよ、本当に。もうご苦労さん、お疲れ様ですよ、本当に。よし、ここに落とし穴じゃないよなって、まさか。よし、いった。うわ、なんじゃこれ。うわ、ここ確か落とし穴あるんだよ。慎重に行かないと。あ、でも階段すぐそこにある。よし。うわ、これちょっとどうだべか。よし、行くぞ。階段直前に落とし穴来た。あれ、これどこ行くんだったっけ。右上だったっけ、確か。あ、そうだ。え、行くぞ。行きだ。お、シルバーデビル行ける。行くぞー。落ちた直後に敵が出た。あ、この繰り返しか、きついな。そうだ、ドラクエ2のロンダルギアの洞窟ってそうなんだよ。落ち穴がね、みんなバーサーカーでふざけた野郎と叩かなきゃいけない、何回も。そうだ、さっき右の方行って落ちたから、慎重に行こうな。で、こう行くしょ。なんかここに沿っていったらいいのかな、こういう感じで。よし、ここは来ないね。行くぞ。ほら、あー、またかよ、またバーサーカーだ。回り込まれた、しかも。こんなふざけた野郎に回り込まれて。これどうなんだろうな。よし、賭けだ。こっちで行ってみよう。そして、あ、あらら、敵だ。おお、行くしょ。あ、あー、またやっちまった。これさっき右の方行って落ちたから、今度は
こっちから行くか。どうだ。よし。これどうすっかな。こう。体育館たちの横から回り込むか。こっち。はっ。よし。遠回りするかしたら。遠回りしたら穴はないはずだ。わかんないけど。近道しようとすると穴にはまるんだよきっと。急がば回れっつだろ。よし、いいぞ。急がば回れ。よし、来た。よし。これはね、あ、これ確か無限ループなんだよ。正しい道行かないと。こうだろ。やりじゃなかったっけ。よし、あー敵だ。右。これ。よし。多分合ってる、これで。この辺だったら簡単だ。左だべ。で、上よ。で、右だ。この辺は覚えてるな。よーし。はあ、やっと。あの落とし穴は一体何だったんだ。もう何回ハマった。え、行くぞ。よく来たノンズよ。わしはそなたたちが来るのを待っておった。おお神よ、伝説の勇者ロドの子孫たちに光あれ。光あれ来たから、あれか、 HP とマジックパワーが全部もう回復してるのかな。お、パスワード出てるぞ。エヒケパゾクオペフナトツヤコゾケコレリブパセバテ、いざ行け、飲んずよ。ほら。おぉ !Great! 回復してる。素晴らしい。よし、この姉ちゃんに話しかけてみるか。これは下の世界に戻る旅の扉。戻りたいならお入りください。いや、入らない。アーゴン倒しに行くぞ。おぉ、いいね。教会のさっきのおっさん。ドラクエ1だったらラドトーブの城の右下にいる魔法使いにジジイに話しかけたら HP マジックパワーがね、回復するけど、ドラクエ2ではね、ここで回復できると。素晴らしい。さあ、行くか。おぉ、悪デモン。さっさと入るぞ。おお、これは見たことある風景だ。ワンワン。これはね、違うんだよ。あれ、ルビスの守り誰か持ってなかったか。あ、これだ。これは真の姿ではないのだ。精霊の声が聞こえる。飽きないを騙されてはなりません。いやそうなんだよ、これなんだよ。どうだったっけ。よし、あ、ダメダメ。
写真のどうだったっけ、誰持ってたっけ、これだ。いや、これ、いや、でもドラクエ2ってさ、音楽いいよね、ほんと。BGM いいよな。さすが、杉山先生。よし、逃げる、これは。遠慮なく逃げさせてもらえよ。エンカウントも結構高っ。もう敵出た。シルバーデビル。これ、ま、敵か？おぉ。切り替わるとき敵が出るパターン多いんだよ、結構。クマ神官。これ怪しいな。イオナーズン来た。うわぁ。結構強力な呪文を唱えてくるね。ここに来ると。ノンズが先に攻撃してほしかったな。え？まだ倒せないの？素早さのあるコナンに任せて。あれ？今度ノンズ先に攻撃しちゃった。コナン、うわ、またユーナズン来た。ユーナズン2発は辛いぞ。まさか、確かここはもう落とし穴ないんだよ。ゴンダルギアと違って。これは、そうだ。おお、アトラス。倒したか、これは。なんで音違うの？ああ、2回攻撃来そうだ。強っ。ちょっとこれベホマ唱えとくか。うわー、北に攻撃するか。強っ。ボケだ、アキナ。よし。よいしょ。これ、ここから入るんじゃなかったっけ。よし。バズズ。よし、これ倒さなきゃダメなんだよ。防御。さっきのアトラスもね、ボスだしね。あ、そっか。ボスだから音が違うな。シャーって音になってんだ。そうだそうだ。これ強え。防御力強すぎ。うわ、ユナズン。よし。あ、ボスが、アトラス、バズズに続き。パワー回復しとくか。エクゾーフ。さあ、出るか、ボス。来た、ベリアル。ひたすら、戦って勝つぞ。部下なんとか効かないのかな？やってみるか。
よし、すごい防御力高いな。17、よし、30下げた。いいよ、ナズン来た。何目なんだろう。うわ、あっ、防御だ。あ、攻撃だ。よし、よし、結構ダメージ大きくなってる。ぞ、ああ、きなく倒した。強いな。お、いよいよハーゴンが、うまそうにおっさんが立ってるぞ。じゃあ話しかけてやるか、うまそうだから。どれじゃ私の祈りを邪魔するものは。俺かものめ、私を大神官ハーゴンとしての行いか。ならば許せん。神官万歳してるぞ、思いっきり。あ、倒しますか。万歳。ヨナズンね、もう平気でヨナズン唱えてくるね。もうこの辺になってくると、ナリコ来た。よし、眠らない眠らない眠るなよ。よし、ああ2回連続攻撃じゃないんだもんね、ハーゴンって。よし、弱っ。でこっから確かまた変身するんだよ。おのれ口惜しや、このハーゴン様が。お前らごときにやられるとは。しかし私を倒してももはや世界を救えまい。我が破壊の神指導よ。あらら、来た。あ、だから パワー回復しとけばよかったかな。しまったな、ちょっと来た。指導はみ出てる。ちょっと待ってよ、まずパワー回復しとくか。ルカナン効かない。あら、まずいぞこれ。け、いやー効かねえ。攻撃ウバーハってないもんね、まだね。ルカナン、よし、やっと下げた。いいぞ。うわ、ベゴマ。あー困ったな。うわすげえな、やっぱり。防御、よし。でも2回攻撃じゃないからまだいいよ。うん、これ2回攻撃だったら大変だもんね。こんなもん戦おう。ベホーマ捉えてくるかもしんねえから、ベホーミーで。ああ、かわされた。よし、49、だいぶダメージ下がった。戦ってベホマ、よし、いいぞ。よし、いいぞ。よし、炎はいい。もう戦え戦え、さすらベホイミ。やった、倒した。どこからともなく美しい声が聞こえる。破壊の神シドウは死にました。これで再び平和が訪れるでしょう。私はいつもあなたたちを見守っています。誰だ。オオカミよ、私の可愛い子孫たちに光あれ。
さあお行きなさい。やった、倒したぞ。クーラー、あ、回復おじさんのとこ行って、でそのお姉ちゃん、姉ちゃん、時の扉使わせてもらうぜ。ここ確かね、もう一回その扉に入らなきゃいけない。じじいに話しかけてみるか。あなた方のおかげで再び平和が戻りました。よし、だろ？もう一回入るんだよ。だろ？戻れると。で、トラマナを唱えておく、唱えておくか。話しかけてみるか。またじじいに。あなた方のおかげで、さっきと同じ、じゃん。邪悪な神は滅びました。これで人々もきっと救われることでしょう。おっさんは同じで、全部セリフ同じじゃん。さっさと行くか。よし、これあれだもんね、ルーラーできないもんね。この辺じゃないか。来たお、誰もいないぞ。みんなストライキか。お、俺たちを出迎えてくれるんだ。王様、王子ノンズよ、さすが我が息子。元の秩序を引きし者、今こそお前に王位を譲ろう。引き受けてくれるな。嫌なこって、俺は自由を愛するんだ。これ、わがままを言うでない。今こそお前に王位を譲ろう。引き受けてくれるな。やなこって。これ、わがままを言うでない。このやりとりなんかドラクエ1でもあったよな。わかった、したら。まあ、引き受けるかしたらしょうがない。引き受けないと進まないからね。もう無理やり強制的にね、もう入って言わされるという。ローレシアの新しい王の誕生じゃ。さあ、コナン王子も、アキナ姫もこちらへ。はい、と言わされて、これからも3人で力を合わせ平和を守ってくれ。新しい王様バザイ、ノンズ王バザイ。お、3人くるりとこちらへ向いて、こうして再び平和が訪れたのでした。ああ、エンディング。すごいね、やっぱりこの堀裕二さんのね、脚本素晴らしいね。堀山明の絵とね、ドラクエ2のファミコン版ってさ、ものすっごい難しいんだよ。あのレベルがまず上がらないしね、あんまりね。結構難解と言われていて、俺本当にファミコン版で1からやってレベルここまでマックスに上げてやるってのはすごいよ本当に。どれぐらい時間かかるのかなっていう。まあ、ドラクエ1ってさ、いやドラクエ1じゃない、ドラクエ2ってさ、ここから初めてドラクエ1と違ってパーティーゲームになってね、仲間と一緒に倒すぞみたいな感じになって、連携プレイあってからやっぱドラクエって面白さがより一層増したような、そんな気がしますね。お、ロゴが出てきたぞ、エニックスの The End。 いや面白かったね、やっぱり。あ、いかがだったでしょうか。ドラクエ2でした。これからお仕事行かれる方、学校行かれる方、外の方々、ご視聴ありがとうございました。そして、パスワードの情報をくれた方も、ありがとうございました。皆さん、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。